エアロペリカン航空と通称されるエアロペリカンエアサービスはかつてニューサウスウェールズ州ニューカッスルを中心に活動していたオーストラリアの地域航空会社。主な拠点はニューカッスル空港でシドニー国際空港もハブ空港となっていた。この航空会社は1968年10月23日に設立され、 1971年7月1日からセスナ402を使用した運行が始まった。当初はニューカッスルのヒルダー家が所有していたが、1980年に売却され、後に破綻したアンセットオーストラリア航空と提携していたマスリング航空が保有することになった。以降はアンセットを保管する運行が行われるようになり、やがてアンセットが 全面的に所有する子会社となった。エアロペリカンの主要路線は、シドニーとニューカッスルの南部郊外に位置するベルモント空港とを結ぶ路線で、デハビラカナダ DHC-6 ツインウォッターを用いた頻繁な往来が行われていた。もともとエアロペリカンはベルモント空港を所有していた。2001年に親会社のアンセットオーストラリアが破綻し、 エアロペリカンの破産申請がなされた。2002年4月にはインターナショナルエアパーツ社がエアロペリカンを取得した。2003年6月20日、エアロペリカンはリージョナルエクスプレスと商業契約を締結した。エアロペリカンのツインオッター300とケンデル航空のサーブ340。シドニー国際空港に駐機するエアロペリカンのエンブラエル・バンデーランテ。 エアロッペリカンはシドニーからニューカッソルのもう一つの空港で中心市街地の北側ウィリアムタウンにあるニューカッソル空港への定期便の運航を2004年3月1日から始めた。2004年9月20日からはエンブライル・バンデーランテのウィリアムタウンからの運航が始まり、それ以前から就航していたツインウォーター2機を保管することになった。2005年3月には ベルモント空港からの運航が打ち切られた。2005年には、フェアチャイルドメトロ23が導入され、ツインオッター2機が退役した。2006年には、新たな路線の開設計画とともに、BAE ジェットストリーム32が3機発注された。2006年12月、ビッグスカイエクスプレスの運航停止を受けて、シドニーからインベレルへの路線が、エアロペリカンに与えられた。2007年に、 最初の2機のジェットストリーム32が導入され、メトロが退役した。2007年12月、エアロペリカンは、当局の承認が得られれば、ニューカッスルとタムワースを結ぶ路線を2008年2月12日から、運すると発表した。その後、民間航空安全機関からの認可を受けた、エアロペリカンは、この路線の運行を開始したが、9月には、 十分な数の乗客を確保できなかったとして、タムワースビンの運行を停止した。2008年、インターナショナルエアパーツは、エアロペリカンをビジネスエアホールディングスに売却した。2011年10月、エアロペリカンの最高商務責任者、ファブリス・ビネットは、キャンベラを拠点とする地域航空会社、ブリンダベラ航空が、大株主たちの撤退を受けて、 エアロペリカンと合併する見通しであると述べた。この合併によって、BAE ジェットストリーム41が2機、ターボプロップのメトロライナー3が3機、エアロペリカンの機材に加わるものと見込まれた。また、BAE ジェットストリーム41のうち1機は、2012年のスキーシーズンにシドニーからクーマスノーウィーマウンテンズ空港への路線に就航することが示唆された。実際、 2012年のスキーシーズンには6月8日から9月8日までこの路線が運行された。エアロペリカンが自社の名義で事業を行った最後の日は2013年6月24日であった。合併が完了し、すべての便はブリンダベラ航空の IATA コードであった会、旧で運行され、エアロペリカンの機材はリブランドされることになった。 2013年11月から12月にかけて、民海航空安全機関は、ブリンダベラ航空の機材について、エンジン検査やメインテナンスが遅延していることを理由に、次々と飛行差し止めを命じ、同社はすべての路線の運行停止を余儀なくされ、続いて12月15日には、関在人の管理下に置かれることとなった。2013年12月23日、 14名の整備要員だけを残し、140人いた従業員の大部分を削減することが公表された。解雇されたエアロペリカンの元従業員たちは、旧エアロペリカンの機材を使う新しい航空会社フライペリカンを設立した。2012年4月の時点で定期便が運行されていた路線は以下の通りであった。 シドニー国際空港で撮影されたエアロペリカン最初のジェットストリーム32。登場口脇の機体にはプラウドリーノーボカストリアンシンス 1973? と記されている。2012年12月の時点でエアロペリカン航空の保有機材は次の通りであった。エアロペリカンの元従業員の一部は2015年にフライペリカンを設立し、 旧エアロペリカンの機材を使用して運行を始めた。1エアサービスオーストラリアは航空機の登録とは別にエアロペリカンに航空会社コードポリエチレンを便名の表示に割り当てていた。ありがとうございます。